宇須金店はですね、創業が明治15年、1882年なんですよね。まあ最初は近海マグロ漁業をやってて、それからうちの父の代になってからですね、4代目の社長になってからこのマグロ漁業を一本に切り替えて、今現在に至るって感じですね。日本全国にある伝統工芸品だったりね、文化だったりっていうのはどん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 衰退してきてるし、まあ我々の漁業も農業もそうですよね。漁師さんだけがいてもこの産業って成り立たないし、まして私たちいただけでは成り立たないんですよね。全ての人たちがいて成り立つ商売だし、そして魚がいなきゃね、そもそも成り立たない商売なので、うちのその取り組みとしてはね、今回第一食丸という船を作ったんですけど、この船のコンセプトは人が集まる魅力ある漁船。この漁業自体に人がすごい集まりにくくなってきてるわけですよね。それをどうやって人を集めようかって考えた時に、やはりその職場である船をね、魅力ある環境にしていかなくちゃダメかなというふうに私は思いました。乗組員ファーストで、仕事場はね、安全に仕事ができるような環境であったり、あと生活環境はできるだけね、陸上に近いような生活環境をね、作ってやりたいなと思って今回この船を作りました。 MSC 認証っていうのは世界で一番今基準が難しいエコラベルなんですけども、資源にだったり、あと環境にだったり、そういったものにしっかり配慮して取られた魚かということを審査する機会なんですよね。 MSC を取ったのは、私は差別化を図りたかったからなんですよね。今ね、この日本の市場には乱獲された魚だったり、生産利益が全くわからないような魚がマーケットにたくさん並んでるんですよね。こういうものをね、我々の船員さんたちが取ってきた、命がけで取ってきたものとをしっかり差別化していきたいなというふうに思ってたんですよね。まあ、課題はね、本当に山積みなんですけども、このね、課題をなんとかね、クリアしてね、そしてその次の世代にはこういうね、宿題を我々の世代で全て解決して次の世代に渡してやらなきゃダメだなというふうに思ってます。私はこの漁業をね、今衰退するこの日本の漁業っていうか、日本のこのマグロ漁業をね、もう一度世界で戦える世界一の漁業にするために、みんなでね、肩組んで頑張っていきたいなという